ガーシーさんって、はい、ジャニーズの件、うん、カウアン岡本さんを、はい、実は去年の段階で一番最初にね、そうなんですよ、動かしてましたよね、はい、対談やって。ただその時は、はい、まだ世間的には、ね、ジャニーズ問題が盛り上がってなかったので、はい、いまいちそのニュースとかで取り上げられるようなことはなかったんですけど、はい、それから半年ほど経って、はい、BBC がやり、はい、世間的にも盛り上がって、うん、って考えると、うん、やっぱなんか意味はあったのかなという。ガーシーさんのが元で、うん、BBC が動いたのかもしれないですからね、うん、全然でかいかもしれないですよ。そうですね、はい、もちろんその、脅迫的な行為だったりとか、うん、はい、いうのはもう許されざることではあるんですけど、はい、なんか全否定してもしょうがないのかなっていう感じですね、はい。ジャニーズ問題についてですね、はい、櫻井翔さんが、うん、憶測で傷つく人たちがいるニュースで性加害問題語るということで、朝日新聞が報じてますね、うん、これネタ元っていうのはそのnewszero、はい、櫻井翔さんがキャスターとして出ていますけれども、はい、5日の放送でですね、ついにこの問題について語ったということなんですね、はい、以前の放送では、何も語らずというか、はい、有働さんとかが、うん、いやこれは私が言いますみたいな感じで、そうですね、はい、画面には映らずと、うん、いうことだったんですが、櫻井さんは今回の件ですが、私には2つの側面があると考えています。一つは今問題の責任が問われている事務所に所属しているということ、そしてもう一つは大きな意味では自分は被害者側に見られうる立場に置かれているということです、うん、私にとってこの2つの側面を踏まえますと、コメントすることは難しいと考えていました。今もまだどの立場でどうお話しできるか難しいのですが、お伝えしたいことの一つは、憶測で傷つく人たちがいるということです。なんかそのジャニーズそのジュニア時代の仲間とかって、はい、今そのずっとジュニアにいるわけじゃなくて、うん、別の世界、はい、普通に会社員やってるかもしれないし、ね、はい、別のなんか歌手だったりとか、はい、舞台とかやってらっしゃるかもしれませんし、うん、そういうなんかいろんな生活してる中で、うん、憶測が飛ぶのは、はい、私の本意ではないということを櫻井さんは言ってるということですね。はい、ジャニーズ事務所は話したくない人の口を無理やり開かせることなく、しっかりとプライバシーを保護した上でどのようなことが起こっていたのか調査してほしい、うん、はい、二度とこのような不祥事が起こらない体制を整えなければならないと思いますという、うん、なんかやっぱ勇気ある発言だなと思いますよ。あ、そうですか、うん、はい、ただいや だって多分櫻井さんって、うん、そうじゃないかなとしか思えないですよね。被害者かもしれないと、はい。やっぱそういう点で言うと、なんかそれを指摘すること自体セカンドレイプじゃないかみたいなこと言う人いると思うんですけど、じゃあキャスターやめろって話なんですよ。そうキャスターだったらこの件は全然関係のないジャンルだったともかく、自分そのものが関与している問題だから、そこでキャスターやってたらやっぱり自分の意見を言うべきではあるよね。そうですね。それはおなじみのひろゆきさんが言ってましたけど、ツイッターに書いてましたけど、これnewszeroってその報道番組、ニュース番組なんですから、そのなんかジャニーズ事務所、そのどのようなことが起こったのか調査してほしいっていう、その一言で言うんじゃなくて、この番組で調べたらいいじゃないですかっていうことを、いやその通り言ってて、あ、これは確かにそうだよなと。番組がだって本人もいるわけだし、はい、でアクセス権があるわけですよ、うん、ジャニーズ本体に対して、はい、で取材に行かせてくれと、うん、で社長はどう考えてるんだとかいうのを全部出せば済む話ですよね。いよいよなんか、ね、社長は知ってたとか、うん、組織ぐるみだったとかっていうのがどんどん出てきそうな感じになってきましたけどね。そうですね、はい、カウアンさんじゃなくて別の方、その被害訴えられてる方で、5月にその藤島社長と会ったっていう方がなんかこの前話してましたけど、そういう噂は聞いたことがあるみたいなところにちょっとなんか態度が変わってきてると、最初なんか知らなかったって書いてましたけど、噂はだって僕らでも知ってるわけだから、噂聞いたことないどころか、噂聞いたらやっぱ親に聞くべきでしょ。はい、どんな親であっても、この会社の傷つけるわけだし、自分たちが持ってる商品をそんなことしていいわけないわけだからっていう点を役員としてね、当然言わなきゃいけなかったけれども、文春がだって裁判までやってるわけだから、ないわけねえだろそれはと。だってもう被害者だってこれ多分言えないですから。もう潜在的にどれぐらいいるのかっていうのは、もうちょっとなんとも50年間ですからね。一番最初に報道されたのが1965年ぐらいからですから、うん、50年以上にわたってずっと噂があったわけですよ。はい、だから中学生とかね、それぐらいの年齢の、はい、まさに年はもういかないような男の子、小学生から中学生ですね、はい、高校生になったら興味がなくなるらしいんですよ。まあ身長も高くなるし、はい、力が強くなるんで、はい、力じゃなくて性的な好みじゃないかなって気はするんですけど、ね、でもそれだったらよりやばいですよね。そうですね、うん、だって噂ですけど、うん、結局ジャニーズに残ろうと思ったら、うん、その成長しないホルモンを飲まされてたとかっていう話もある。要は子供っぽい方がジャニーさんのお気に入りになるから成長しないようにする飲む薬があるんだよっていうのを、だからジャニーさんにやられるっていう噂もあったし、それもあったわけですよ。はい、そういう噂まで出てた。そうだったら怖いですよね。はい、林真理子さんがエッセイにも書いてましたけど、なんかこう子供でね、かっこいい男の子がいたら、はい、あ、お子さんはジャニーズいられますねって褒めことは言うらしいんだけど、はい、その二言目に4人に1人は、うん、いやジャニーズ入れたら、うん、ジャニーさんにやられちゃうからうちはダメですっていうのが返ってくるぐらい普通のことだったと。いや橋真理子さんってほら芸能界の人じゃないですか、うんうん、はい、だからそこでその取り巻く環境の中でもやっぱそういうふうに、ね、会話が普通に出るっていうわけですから、うん、やっぱもうこれはね普通になんか逃げようっていうのはねちょっと許されないことだと思います。いや、ビートたけしさんだって言ってましたからね、海外の取材に、うん、そういうことまあ噂としてあったし、はい、まあだからみんな知ってるけど、はい、社長だけ、はい、なぜか知らないっていう、 そうですね、それはありえないんじゃないかなと思いますし、やっぱりその今櫻井さんにしても、うん、まあちょっと前の東山さんにしても、はい、この件について発言するパターンってあるじゃないですか、うん、はい、だけど本来は、うん、やっぱ社長ちゃんと出てこいよっていう言わなきゃいけないですよね。そうですよね。それを全然言わないんですよ、うん、日曜のワイドなショーでもちょっと取り上げてたんですけど、はい、うん、全員もう本当なんかね、うん、踏み込まないんですよ。そうですよね。取り上げたっていうアリバイだけで、うん、もう全然こうジャニーズ事務所を責めることもないし、うん、気を使わなきゃいけないっていうことは言ったりとかしてて、うん、いやもうだったらこの番組もやめろよと。そうですね、うん、本当になんかこういう件でふと思い出したのが、うん、極楽とんぼの加藤さんなんですよね。はい、闇営業の問題の時に、うん、結局あの人エージェント契約になったじゃないですか。しっかり追及するっていう話で、だからそれから、まあ、実際にどこまで闇が追及できたのかっていうと、うん、まあ、ちょっと不透明なところはありますけれども、はい、うん、まあなんかそういう身体をかけてというか、はい、いう部分では、うん、なんかそれこそ櫻井さんとかでも、はい、なんかアクション、まあ、他のタレントを巻き込んで、はい、なんかアクションっていうのはあるんじゃないかなという気がしますけどね。だからジャニーズの人間はずっとテレビ出てたわけだから、うん、やっぱりインフルエンサーとして、うん、やっぱこういうのを声を上げる、うん、被害者がずっといるわけだから、はい、声を上げるっていう責任感がある人が一人ぐらいいてもいいのになとは思いますよ。うん、そうですね、うん、誰も否定しないですからね。そんなことは全くありませんでしたとか。そうだからないとも言わないし、うん、あったとも言わないんですよ。そうですね、はい、私はそんな被害は受けていませんし、ジャニーさんがそんなことするわけありませんなんていうことは誰一人として言わないですし、いや多分その個人的なその被害受けてないみたいな告白も多分できない状況だと思うんですよ。いや多分恐れてるのは文春とかがその当時の同期とかのそのジュニアとかになんか取材して「いやあいつも一緒に部屋行ってましたよ」みたいなことをめくられてしまうと非常に困るから、だから何も言えねえっていう。だから自分の隣でね、あいつはジャニーさんにやられてましたよとかっていうのは多分もうあるんでしょうけどね。だって十何人が証言してて、はい、うん、もう当時の同期のこととか、うん、いろいろもう言ってますもんね、うん、だから部屋の端っこにいた方が安全だったとか、もういろいろ生々しい発言がね、海パン履いて、うん、紐をくくってたとかあとジーパン、キツキツのジーパンを履いてたとか、もういろんなそんな格好で寝るやついねえよっていうそこまでするならもうしていくっていうのは知ってるわけだから。うん、もう寝れないだろうね。そうですね。こういう問題がようやく明るみに出るような、そうですね、時代になってきたので、とんでもないですよ本当に。いいことでもあるのかなと思いますけれども、ただやっぱこの体制に慣れきってしまった、もう今のジャニーズタレントとかはもう心境複雑でしょうね。なんかジャニーさんにそういうことやられたから売れてるみたいなところも本人として自覚あるんじゃないかなと思うので、なんかそういうまあグルーミングですけど恩義感じてる部分もあるだろうし、なんか複雑で何も言えねえっていう。そうですね、ちょっとグルーミングがうまくいきすぎてるから声に出てこなかったわけですよ。本来は被害者だから言わなきゃおかしいんだけど、そう被害者だし恨んでなきゃおかしいんだけど、グルーミングの手口が相当うまいんですね。もちろんそのね今活躍されてる方でも被害あった方っているんじゃないかなと思いますけど、そういう人たちって被害者でもあるけれどもただミスっただけなのかっていうのもあるじゃないですか。そういうなんかそうそうそう、だから加害者でもあるんですよ。言わなかったわけだから。後輩たちがどんどん自分は高校生ぐらいになったら、じゃあ俺はセーフだなというふうになってきて、じゃあ新しいね小学生5年生ぐらいが入ってきたら、やっぱ言わなきゃ本当は正義感ないよねっていうふうにはなると思うんですね。これだけ組織的にずっとだからこの多分やばさに気づいて、今もう対応できないっていう、もう思考停止状態に事務所ぐるみでなってしまってるんじゃないかなっていう。だから麻痺してたんじゃないかなっていうのはちょっと思いますね。そうですね。いやでもまあこの櫻井さんにしてもね、その東山さんにしてもそうですけど、まあかわいそうだと思いますよ。本当になんか今こういう状況でなんか矢面に立たされて、もう本当に社長出てこいなんですよ。っていうかそういう発言をしてもいいんじゃないかなと思います。あ、そうそうそう。まあ社長がしっかりと記者会見を開くべきですとか。まあでもクビになっちゃうでしょうね。大体そういう感じのことを言った人ってね、SMAP の飯島さんマネージャーはちょっと立てついた風のことが間接的に文春の記者から聞いて、それで次期社長を狙ってるみたいな感じで言われて追い出されちゃって、追い出されるんだったらってことで SMAP がついていくっていう形になって、最後木村さんが残るということになって、まあ分裂した。あれも結局何だったんだっていう感じではありますよね。あれ文春が飯島さんが次の社長になるんですよねっていうのをメリーさんに聞いちゃったから、メリーさんが「え何言ってんの?」って言って「飯島連れてきなさい」って言って、そこでどん詰めしてもういられなくして、それで飯島さん辞めざるを得なくなった時に SMAP が自分たちは飯島さんのおかげだからついていきますっていうことだったんですけど、最後に工藤静香が木村さんを止めたから分裂して、でもう精神的にももう香取慎吾なんかはもう木村君は許せない、そういう状態になってるっていう。なんか香取さんは目が死んでますもんね。いやもうちょっと人間不信になっちゃってるんじゃないですかね。仕事はしてますけど、なんかちょっと辛いのかなっていう人間不信みたいにちょっと感じますね。そうですよね。いやすごい世界ですね、芸能界っていうのは。それはなんかそういう世界だからこそ派手に遊ぶ人も多かったのかなっていう。いやそうだから、本当は芸の世界だから、まあ少年に対する性加害はダメだけど、他のね、文春で問題になってるようなことは別にもうまああるんだろうなってみんな思ってるっていうことで別にいいんじゃねえのと僕は思ってますけどね。まあただやっぱそれが許されない時代なんでしょうね。そうなっちゃってますね。30年前とかと比べるともう完全に世相が変わってしまったので。だから香川照之とかそのね銀座のクラブでいろいろやったと、酔っ払ってねいろいろやったってあるけど、歌舞伎の人間ってああいう人じゃないのっていうのは僕なんかは思ってますけどね。でもやっぱ社会的にはもう一旦多分やっぱ年齢層にもよるんでしょうね。その年齢が上であればあるほど昔のそのやっぱ感覚分かってるから、でもこういうもんなんじゃないですかっていうことだと思いますし、やっぱそういう感覚ダメだよねっていう、下の世代になればなるほど感覚としてその変わっていくんじゃないかなという気がしますけどね。この件はもう徹底的にしっかりもう社長が記者会見するなりなんなりするしかないんじゃないかなと。再発防止ってなんか櫻井さんおっしゃってましたけど、再発はしないでしょうね。ジャニーさんいないですからね。ジャニーさんいないんで、あんなのね100年に一度生まれるかどうかぐらいのとんでもない人間ですからね。まあでもやっぱ芸能に関しての才能はあったんでしょうね。まあ僕はあくまであれは僕は認めてないですけどね。みんなはそのジャニーズをね発掘してあれだけ少年たちを見つけたのはすごい、すごいと思うと言うんだけども、いや電波で仕切ってるからでジャニーズしか出ないっていうか、ジャニーズだけはどの番組にも歌番組絶対出すっていう形ので圧力とかかけてたわけだから、そうなるとね、やっぱ歌が下手だろうと踊りが下手だろうとファンはできるわけですよ。だから僕はジャニー喜多川がすごい芸能関係に対してセンスがあったかって言ったら僕は全然そうじゃないなっていうふうに思います。ずっと見てたら好きになるっていうのがやっぱあるわけで、ただやっぱそのあれですよね、なんていうかテレビ局にしろ何にしろ取り入り方というか、そこがやっぱうまかったんでしょうね。そうですね、そうテレビ局にそうやって圧力かけて、でジャニーズ辞めたやつは一緒に出すなとか、あとその対抗馬になりそうなグループは出させないような感じにして、全盛期のダパンプみたいな。そうです。ジャニーズ中心でね、物事が動くようにっていう形に持っていったんで、でテレビ局が持っていかれたらもう、今ほらジャニーズ外したくても外せないんですよ。いやもう他にいないですからね。ドラマまで全部食い込んで、もうニュースのキャスターもやってるわ、ドラマもやってるわ、ね、NHK だってそうだし、だからもうジャニーズ事務所に逆らえないような状況になってるわけですよ。それをやっぱ電波独占して甘い汁吸ってるから、サラリーマン経営者たちがやってるから、そこら辺自分たちが横並びでね、やってんですよね。はい。いや困ったもんですね。はい。はい、まあちょっとこの問題はねまだまだ続きそうなので追っていきたいなと思います。